ウンターディーセンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、マッチソンで、フックスタール行政共同体を形成する、自治体の一つである。ウンターディーセンに立つクラウディア街道の利定表、ウンターディーセンは、ローマ時代のクラウディア街道沿いに位置する。連邦道 B17 号線は、 ウンターディーセン集落の数キロメートル東、ドルンシュテッテンとの間を通っている。この町は、レヒ川の西約2キロメートルの広い断球場に位置し、古いモーレンが、東の境界を成している。この町は、公式には3つの地区からなる。オーバーディーセン及び、ウンターディーセンを、ビースバッハ川が流れており、ドルンシュテッテンはこれより東に位置する。 現在の形の行政体としての D 線は、1972年の市町村再編により、ウンター D 線とドルンシュテッテンを含むオーバー D 線が合併して、成立した。ローマ時代の西暦50年にはすでに最初のローマ街道として、クラウディア街道がフュッセンからこの町を通って、アウクスブルク方面に伸びていた。この街道とレヒ川に沿って、 ローマ軍団の定住地が作られた。当時の恋には当編が出土している。初めて文献に記録されたのは1126年で、ある。ディーツェン家がこの町の名前の由来である。ディーツェンは、ここをドイツ語で、盛り上がった山を意味する十山、あるいは、ゴーゴーと流れる川を意味する中高ドイツ語の都線の、いずれかがそのルーツである。ディーツェン家の紋章である金字に、 斜めの京壁型は、現在のこの町の紋章の原型である。ウンターディー線上町の高台に、ウンターディー線上がある。現在の建物は、中世後期に、フライベルク家によって建造されたものである。町の風景は3つの集落の3つの境界によって、形成されている。ウンターディー線の聖ニコラウス教会、オーバーディー線のセールパート教会、ドルニシュテッテンの、聖、 ガンゴルフ協会である。多くの世俗建築やオーバーディー線の校舎なども、この街を特徴づけている。町長は、アレクサンダー・エントホーファーである。町議会は12議席からなる。図柄、運慶の分割線で斜めに2分割。向かって、左上部分は青地に、金のミトラ。向かって、 右下部分は金字に左上に向かって斜めに配された黒いリ。マルラ美術館、オーバーディーセン地区のマルラ美術館は、ミュンヘンの画家、オスバルトマルラの作品を中心に、年ごとに展示品を入れ替えている。マルラは1955年に、友人フランツ・ハウバーを介して、オーバーディーセンを訪れた。彼はここに土地を購入して、アトリエを建設した。 彼はここで定期的に創作を行った。1977年にオーバーディー戦のミュールベクス2番地の古い農家を買い取り、改築して美術館及び同行の死の魂との出会いと交流の家として利用した。この家が現在のマルラ美術館である。ありがとうございます。